感動ナンバーアンダーライン愛1周年。ファンからの愛と感謝が爆発。彼らの軌跡を振り返る感動のメッセージ。ナンバーアンダーライン愛の未来は、1周年を機に新たな挑戦へ。今後の活動に期待が高まる。ナンバーアンダーライン愛が結成されてから1年が経ちました。この1年間、彼らは音楽を通じて多くのファンに感動を与え、深い絆を築いてきました。 この特別な日を迎えるにあたり、ファンたちは彼らの成長と成功を祝福し、これまでの歩みを振り返るとともに、今後の未来に期待を寄せています。この一年間、彼らがいかにして音楽シーンで成功を収め、ファンの心を掴んできたのか、その背景には多くの努力と情熱が隠されています。まず、ナンバーアンダーライン愛がデビューしたとき、多くの人々は彼らがどのような道を歩むのか興味津々でした。 3人のメンバーそれぞれが異なる個性と才能を持っており、その融合がどのように音楽として結実するのかは未知数でした。しかし、彼らはデビューシングルから強烈なインパクトを与え、その独特の音楽スタイルとパフォーマンスでファンを魅了しました。それは単に音楽だけでなく、彼らの人間性や誠実さが感じられるものであり、ファンはすぐに彼らの魅力に引き込まれていきました。結成当初から、 ナンバーアンダーライン愛はただのアイドルグループとしてではなく、自らの音楽を通じてメッセージを伝えるアーティストとしての道を選びました。彼らの歌詞には、友情や愛、夢に向かって努力することの大切さが込められており、多くの若者たちに共感を呼びました。特に、夢を追いかけることは、失敗を恐れずに進むこと、というメッセージは、多くのファンにとって励ましとなり、彼らの曲はただのエンターテインメント以上のものとなりました。 この1年の間、彼らは数々のライブやイベントを通じてファンとの距離を縮め、コミュニティを築いてきました。特にファンクラブ限定イベントでは、メンバーとの直接的な交流がファンにとって特別な時間となり、彼らの素顔や思いを知ることができる機会を提供しました。あるファンは、初めて n o n アイのライブに参加したとき、彼らのエネルギーと情熱に圧倒されたと語り、 その後もずっと彼らを応援し続けているといいます。このように、ファンとの深い絆が彼らの成功の要因の一つであり、これからもその関係は続いていくでしょう。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが、音楽以外の分野でも活躍していることも大きなポイントです。彼らは俳優業やバラエティ番組にも出演し、その多彩ぶりを発揮しています。それぞれが個々のキャリアを積み上げることで、 グループ全体としての知名度や影響力もさらに拡大していきました。特に、平野翔のカリスマ的な存在感はグループを引っ張る原動力となり、岸くんや神宮寺くんのユーモアと安定感がファンに安心感を与えています。3人が揃うことで生まれる独特な科学反応は、他のグループにはない特別な魅力を持っていると言えるでしょう。ファンからのメッセージを読むと、彼らへの感謝と愛情がひしひしと伝わってきます。 あるファンは、ナンバーアンダーライン愛の音楽を聴くと、毎日が楽しく、幸せな気持ちになると語り、彼らの存在が生活にどれだけ大きな影響を与えているかがうかがえます。ファンは彼らにとって、単なる音楽の提供者ではなく、人生の一部として存在しているのです。これは、ナンバーアンダーライン愛がいかにしてファンとの絆を大切にし、共に成長してきたかを物語っています。しかし、 1>, 1年という短い期間でここまでの成功を収めるのは容易なことではありません。特に、音楽業界は競争が激しく、常に新しい才能やトレンドが生まれてきます。その中で、ナンバーアンダーライン愛が独自のスタイルを確立し、多くのファンを引きつけ続けているのは、彼らの努力とチーム全体のサポートがあってこその成果です。ファンたちも、 その背後にあるスタッフやマネージャーの存在を忘れずに感謝の言葉を送っています。3人の日々の努力の積み重ねと、支えてくださるスタッフの皆さんのおかげですといった声が多く寄せられているのは、その証拠です。1周年を迎えた今、ナンバーアンダーライン愛は新たなチャレンジに向けて動き出しています。2年目はさらに多くの試練や機会が待っていることでしょう。しかし、 彼らのこれまでの成長と成功を考えると、ファンたちは引き続き彼らを全力でサポートし、共に歩んでいくことでしょう。特に、ファンたちは、これからもずっと応援します、という強い意志を持っており、彼らの活動がさらに広がっていくことを楽しみにしています。彼らが歩み続ける限り、ファンたちの支えは決して途絶えることはありません。ナンバーアンダーライン愛の音楽やパフォーマンスは、単なる一時的なブームではなく、 心に深く根付いた存在としてこれからも輝き続けるでしょう。特に日本国内だけでなく、海外での活動も視野に入れている今、彼らの影響力は国境を越えてさらに拡大していくことが予想されます。グローバルなファン層が広がり、SNS などを通じて世界中から彼らへの応援メッセージが寄せられる光景も、すでに日常となりつつあります。今後、ナンバーアンダーライン愛はより多様なジャンルに挑戦し、 音楽シーンに新たな風を吹き込むことでしょうデビュー当初から持っていたポップなスタイルに加え、時にはエッジの効いたロックやエレクトロニカ、バラードまで、幅広い音楽性を披露しています。この多様性こそ、彼らの魅力の一つです。どんなジャンルにも挑戦し、常に進化し続ける姿は、ファンにとっても新たな発見と興奮をもたらします。これからも彼らは変化を恐れず、 自己を超越ししていくことでしょうまた、メンバー同士の絆も強まり続けています。ファンイベントや舞台裏の映像で見られる彼らの自然なやり取りは、まるで長年の友人のようなリラックスした雰囲気を漂わせています。こうした素顔の彼らが見られることも、ファンにとっては大きな魅力です。3人それぞれが互いに支え合い、励まし合いながら活動を続けている姿は、 どこかか家族のような温ささを感じさせますファンはその絆を見守り続け、応援することで、自分たちもその一部であるかのような特別な感覚を抱いています。特に最近のライブでは、メンバー間の息の合ったパフォーマンスが一層際立っています。ダンスや歌唱においても、3人の一体感がさらに強化されており、ステージ全体が一つの作品として完成度を高めています。 この成長は彼ら自身の努力の結果であり、ファンにとっては目に見える形での達成感とも言えるでしょう。ライブに参加したファンは皆、彼らの進化を目の当たりにし、感動の涙を流すことが多いと言います。これからも、彼らはさらに多くの挑戦を通じて、新しいステージへと進んでいくはずです。一方で、彼らの成功は決して順風満帆だったわけではありません。 1>, 1年という短い期間でここまで来るには、多くの困難や壁があったことでしょう。しかし、彼らはその全てを乗り越え、ファンとの信頼関係を築きながら進んできました。ファンからの手紙やメッセージに、どんな時でも、あなたたちがいてくれるから乗り越えられる、という声が多いのも、彼らの存在が多くの人々にとって心の支えになっている証拠です。逆に、ファンの応援が彼らを支えていることも事実であり、 その双方向の関係性がナンバーアンダーライン愛をさらに強くしているのです。これからの2年目以降、彼らがどのような展開を見せてくれるのかは、誰にも予測できません。しかし、1つだけ確かなのは、ナンバーアンダーライン愛が常に挑戦し続けるアーティストであるということです。彼らの音楽は進化し、ファンとの絆はより深まっていくでしょう。彼らの物語はまだ始まったばかりであり、 これからも多くの喜びや感動をファンに届けてくれるに違いありません。一周年を迎えた今、その旅路は新たなショーへと続いていきます。ナンバーアンダーライン愛とファンが共に歩むこの旅は、まだまだ終わることはないのです。この一年間でナンバーアンダーライン愛は多くの夢を実現し、ファンたちにたくさんの幸せを届けてきました。しかし、彼らの旅はまだ始まったばかりです。 今後の目標はさらに高く、彼らの音楽とメッセージがより多くの人々に届くことを願っています。結成1周年という節目は、彼らにとって一つの区切りであり、同時に新たなスタートでもあります。これからの未来に向けて、彼らはどのような景色を見せてくれるのか、ファンたちは胸を躍らせています。最後に、彼らのこれまでの努力と成果に改めて感謝し、未来に向けてのエールを送りたいと思います。 たくさんの愛をありがとう。これからも一緒に夢を追いかけていこう。この言葉は、ファンとナンバーアンダーライン愛がこれからも手を取り合い、共に成長していくことを象徴しています。彼らがこれからどのような道を歩むのか、その歩みを見守り続けるファンたちは、間違いなく彼らの背中を押し続けるでしょう。